前田浩二です。ミノルタのロックオールの大口径ですね、明るいレンズが85と35、人気のレンズですけども入りました。これちょっと修理しないと、絞りが粘ってますのでね、修理屋さんに行ってそのうち出てくるかと思います。こちら35の 1.8 明るい大口径で人気です。キャップがついてるだけです。前後キャップ純正ですね。これは MD ですね。 MD ロックオールの 35.1.8 ゴム強度、まあこの頃になるとだいぶコンパクトになってきます。外観綺麗ですが、ここですね、ここにちょっとすれ見えますかね、ちょっとすれがあります。それ以外は綺麗な状態。ヘリコイドもスムーズ、絞りもいいですね。油も出てない、粘りもないです。レンズも、まあ、このミノルタ独特、ロックオール独特の緑のコーティングも綺麗ですし、レンズもまあ普通に見てる限りどうってことなく綺麗ですが、多分ペンライトで見るとなんか多少見えますね。ただペンライトで見てこのぐらいなら全然いい方ですけど、あ、見えますね。なんか多少プツプツというか、まあ薄い曇りというか、まあ、ペンライトで照らしてみますとね、古いのは何かしら見えます。ただまあこのように綺麗にスカッとしてます、してる方だと思います。ヘリコイド外観も問題ないですね。結構寄れます。コンパ大口径の割に MD の頃になるとコンパクトになりますね。なんかキャップになんかマークみたいな文字みたいのが書いてあります。35の 1.8MD ロックオールになります。